国会では菅総理大臣の長男による総務省幹部への接待問題を受け幹部4人が出席して質疑が行われます。今日の衆議院予算委員会には総務省の谷脇総務人事審議官と吉田総務審議官が問題発覚後初めて国会に出席します。両氏は事務次官級の役職で国会に出席するのは異例のことです。ただ 午前に質問に立った与党議員らはこの問題に関しての議論は避けました予算委員会に先立って行われた理事会では野党側が総理の長男の国会招致を求めたのに対し与党は民間人であるとして拒否しました一方、総務省はこの後国会に対して今回の接待問題についての報告を行いますその中で長男も職務上の利害関係者とし 接待を受けた幹部の国家公務員倫理規定違反を認定するものとみられますまた調査では現在明らかになっている4人以外にも複数名が接待を受けていた事実が確認されていて総務省は今後処分を行う方針です調査結果を受け野党がさらに反発を強めることが予想されます